はい、コタパパアウトドアチャンネル、お父ちゃんです。昨日ですね、骨伝導のイヤホン、を買って今日届きました。早いね。とりあえず届いたので開封します。相変わらず無駄に大きい、たったこれだけなのにこんなでかい段ボールに入ってきました。来ました、骨伝導イヤホン業界最新設計。なんかいかにもチャイニーズって感じですけど、メイドインチャイナ。これアマゾンの桜チェッカー、アマゾンのそのレビューとかで、ね、桜が相当横行してて、それをチェックする桜チェッカーっていうサイトがあってですね、それがこれなんですけど、はい、これ桜チェッカーっていう、サイトがあって、この商品が、なんと合格してるんですよ。桜度は 10% です。まず安全な商品ですという具合に、じゃあこれ値段がですね、今3680円で800円のクーポンがついてたんで、2880円で買っちゃいました。で、届いたのがこれ。めちゃくちゃ安くないですか。まずね、これ最初開けていきましょう。で、どんな商品かっていうと、このアマゾンこれなんですよね。3680円、今800円のクーポンがついてる。2880円でこれ買えちゃうんですよ。これです、商品としては本当にどこまで物がいいのか分かりませんけど、早速開封して試していきましょう。さて、どんな、あ、すごい、2年間の保証書もついてます。で、内容としてはケース、まあこれに本体が入ってるんでしょうね。すっごいちっちゃくて持ち運びが良さそうですね。あとは C タイプのケーブル、早速本体を、こんな感じです。本体なんか作りはしょぼいよね。じゃあこれ早速携帯とつなげるんですけど、つなげ方はまあ至ってシンプルだと思うんですけどね。手元を移して、まずはペアリング、Bluetooth オンになってデバイスとペアリング、これをケースから取り出して、できた。ちょっと Amazon Music、 ベースの音をね確認したい。ちょっとやっぱりハードロック、ヘビーメタル系を結構ラウドです。あ、聞こえる聞こえる。
うわすげえ。おお。こんな感じ。どう。耳が塞がってなくて全然違和感ないですねこれ。でマイクもついてるんですよ。まあでも音はね、そこまで そこまでいいとは思わないな。今ねラウドネス、ラウドネスが流れてます。幅の調整もできるんだね。あ、まあこれでぴったりだね。でもね、あ、でも途切れることもないしいいですね。あ、これだとね、なんだろう、自分の話してる声も聞こえるし、非常にいいね。これをブースターみたいなイコライザーですか、イコライザーをダウンロードすれば音も調節できるんで、今度イコライザーダウンロードして使ってみたいと思います。わ、いいね。これで3000円切るっていいじゃん。いい買い物しました。いや、このサクラチェッカー間違いないね。うん、信頼できる、高評価、合格ということで今回買ってみましたけど間違いないです。気に入りました。じゃあこれちょっとね、ここのねイヤホンのデータがあるんですけど、こんだけ半分以上がもう 56% だって注意が必要です。もういい買い物だったんじゃないですかね。ありがとうございます、桜チェック。じゃあこれでね、仕事行く時とかキャンプでも使えるよね。車の運転しながらも行けるけど、運転するときはね、こういうのなるべく使わないようにして。いや、でも全然ありっすね。まあでも良かったですね、これ。はい、この商品おすすめです。音はね、本当イヤホンだけではちょっと不満はあるんですけど、イコライザーをつければ、スマホの方にねイコライザーつければ全然良くなると思いますので、ちょっとこれからやってみたいと思います。はい、というわけで、こちら業界最新設計の、Bluetooth 骨伝導イヤホン開封レビューでした。ではまた。